カリアリ。カリアリ、カリアリは、イタリア共和国のサルデーニャ島南部に位置する都市で、その周辺地域を含む、人口約15万人の基礎自治体、コムーネ。サルデーニャ自治州の州都であり、カリアリ県の県都でもある。カリアリとも表記される。カリアリ湾に面したサルデーニャ最大の都市で、郊外コムーネを含めて、 人口約50万人の大都市圏を形成している。サルデーニャ語では、カステトゥ、キャステデュと呼ばれ、城を意味している。日本語文献では、カリアリ、カッテアリと表記されることもある。カリアリ県中央部に位置する、カリアリ湾に面したコムーネである。カリアリの市街は、 オリスターノの南東約8 9トル、ヌーオロの南約1 2 3トル、サッサリの南南東約1 7 4トル、首都ローマの南西約4 1 0トルに位置する。隣接するコムーネは、以下の通り、カリアリは新石器時代より人が定住していた。町は、海と、肥沃な平野に挟まれた、好ましい位置を占め、周囲を2箇所の湿地に囲まれていた。 これは内陸からの敵の攻撃を防御するのに適していること、示す。そして高く緑の多い山地に近接していた、もし何もかも失っても人々は、定住地を立ちのくことが可能だった。戦死時代の住民のいくつかの証拠は、モンテクラーロとサンタアリア岬で見つかっている。カラリス、カーリス、古代ギリシャ語、コレアーズ、ラテン語、カーリーズの名で、 紀元前7世紀頃、ティールスを作ったフェニキア人がサルデーニャ島での貿易植民地の一軍の一つとして、カりあり作った、その他にはスルキス、ノーラ、タロスがあった。定住地の基盤は明確にカルタゴ人へあてがわれたパウサニアス X17Q、クラウディアヌス B ギルド520。優れた港であるのと同様にアフリカ大陸との通信に、 うってつけの位置であったためである。ローマ人に征服されたのも同じ重要な条件の下でローマの政権が行ったと推測されるのは疑いもない。島をローマが征服した時期についての記載は何も見つかっていない。しかし、第二次ポエニ戦争の間、プラエトルであったマンデュースの本部が島に置かれていた。彼はハンプシコラとカルタゴ人に対抗する作戦に従事していた。 リビウスイクスイ、40、41。その他の機械に現れたのは、島のローマ海軍主要基地としてで、プラエトルの住居があった、イド、XXX、39。歴史家フロルスは、カラリスを、ウルブスウルビヌム、アーブスアーバイナム、または、サルデーニャの首都と呼んだ。彼は、ウルブスウルビヌムが、グラックス兄弟によって攻略され厳しく懲罰を、 クワエラタと描いている。ク、三十五。しかしこの文章はすっかり、リウィウスによって与えられた記事と食い違っている。サルデーニャでのグラックスの戦争は、都市がローマへの忠誠を表したもので、反乱は、山岳地帯の部族を封じ込めたのである。ズリー、ク、十二、十七。ユリウスカイサルとポンペイウスが争ったローマ内戦では、カラリス市民ははじめカイサルに賛同した。 その後すぐ、サルデーニャ諸都市もそれに習った、シス、BC、I30。カエサル自身は、アフリカ大陸からの帰還の途中、自身の戦乱をこの地に寄港させた、ハート、ビーアフア、98。わずか数年後、サルデーニャが、ポンペウスの部下メナスの手に陥落した後、カラリスはどんな抵抗運動をも示す島唯一の都市となった。しかし、短期間の包囲船で陥落した。 カッシウスデオザルバイブ30ローマ帝国時代に歴史上何が起きたか記載がないが引き続きカラリスは島の首都であったとみなされるそしてローマ植民地とならなかったことで住民はローマ市民の権利を獲得したダイプリニュース 37S13 ストラボン VP224 ポンポニュースメラ27アントニーニーティネラリウム PP80 八十一、八十二、西ローマ帝国滅亡後、サルデーニャ島の残りとともに、カラリスはバンダル族の手に陥落した。しかし、中世を通じて、その重要性は維持されたことがわかっている。クラウリアヌスは、岬、または土地の先端へ向かって、都市の長さが伸びたとして、古代都市について記述している。都市の都市質は、カラリ、スミナ島、 敵から隠すためにあった。大規模感染のために良い停泊地が好まれた。その上、唯一のよく隠された道路が固定され、スタニョディカリアリ、スターニョディカリアリと呼ばれる大規模塩湖または型がカラリスと接続し、塩湖は狭い地境でワンと行き来ができ、カラリスの内向、または経戦地として古代から用いられてきたとクラウディアヌスは記述している。クラウディアヌス。 B ギルド520から24カラリスと接続した岬は明らかにプトレマイオスによって注目されていた。しかしダイプリニウスのカラリタヌムプロモントリウムキャロリタナンプロモントリアムは先端現在のカルボナーラ岬カリアリ湾ンの東の境となっている以外の土地を記述せず島全体の南東端にあったとする現在はカボリ島と呼ばれる 小さなフィカリア等のことだろう。ダイプリニウス、リットル C、トル、3、三八。バンダル族支配の後に立ち変わって、東ローマ帝国が台頭し、カリアリは、ハンジ、ギガケイトが支配する独立王国の首都となった。しかし、外部支配からの自治時代に関するいくつかの痕跡があるが、死は荒廃してしまった。 海からのムーア人海賊による攻撃にさらされすぎたためであった。明らかに多くの住民がカリアリを離れ、カリアリ西のサンタジーラ湿地に近接する一帯にサンタ、イジアという名の新たな定住地を作ったが、ここは海から遠かった。カリアリのジュディカーティはカンピダーの平野の広域からなり、スルキスとオリアストラ山岳地帯の鉱物資源があった。その他に、 自治権を持つジュディカーティは、北西のログ道路、北東のがルーラ、アルボレアであった。11世紀の間、ピサ共和国が南東のスルキスをあらかじめ攻略し、カリアリのジュディカーティを征服して街そのものを再建した。ピサは中世に地中海の覇権を争った四つある海洋共和国の一つであった。ピサとジェノバ共和国はサルデーニャ支配を熱望した。それは、 イタリア本土と北、アフリカ間の通称路を抑える完璧な軍事的要所であったからだった。防衛施設のいくつかは今もカリアリのカステロ地区を取り巻いている。これらに含まれるのでよく知られているのはピサによって建設された白い石灰岩の2本の塔で序盤にカプラによって設計された原型は地区と往来できる3つの門を守る3本の塔だった。カステロ地区ともに カリアリはマリーナ地区、港湾を含む、スタンパチェ地区、ビルッダノーバ地区からなる。マリーナ地区とスタンパチェ地区は城壁によって守られていた。ビルッダノーバ地区は、主として農民が住んでいたため、城壁はなかった。1089年、カリアリの藩士であったコンスタンティーノ・トルキトーリオは、カリアリ藩士及び、カリアリ王、レックス・イーディックス・キャロリタネスを名乗った。14世紀。 アラゴン王国がピサとの戦いの後にカリアリを征服した。そしてサルデーニャ全土征服の計画を進めた。サルデーニャがついにアラゴン支配下に入った時、カリアリ、スペイン語及びカタルーニャ語では、コラーはサルデーニャ副王国の行政首都とされ、後にはスペイン帝国支配下に入った。スペイン支配に大勢が同調したことがカリアリとサルデーニャ等の衰退を招いた。 1720年、オーストリア・ハプスブルク家の事実上の支配後、カリアリとサルデーニャは、サボヤ家のものとなった。サルデーニャの支配者として、サボヤ家は、サルデーニャ王の称号をしようた。サルデーニャ王国は、サボアとニース、ピエモンテが含まれていた。王国の首都は、名目上カリアリに置かれたが、サルデーニャという名にもかかわらず、事実上サボヤ家の本拠地である本土のトリノに置かれた。 18世紀終盤のフランス革命以後、フランスは地中海の要所であるカリャリを征服しようとした。フランス軍はポエットの海岸に上陸し、カリャリへ進軍した。しかし、サルデーニャ軍がフランス軍を退け、革命軍に対して王国の防衛を決定づけた。カリャリの人々は町をフランスから守った見返りとして、サボヤ家からいくらかの権利を獲得しようと期した。 例えば、カリアリの貴族は、王国議会のサルデーニャ代表議員の地位を望んだ。王家がそれらの要求すべてを拒むと、カリアリ住民は、サボヤ家に対して放棄し、ピエモンテからやってきた王家を代表する官僚や、出身者を追放した。この暴動は、4月最後の週にディエデササルディーニャ、ディデササーディグナ、サルデーニャの日として、カリアリで祝われてきた。しかし、 サボイア家は事実上の自治支配後に、カリアリ支配を奪還した。1870年代からイタリア統一運動とともに、市は急速な成長の一世紀を経験した。多くの目を引く建築物は市長夫を根ね分かれた時代の19世紀終わりから建てられた。これらの多くは、花の装飾を特徴とする伝統的なサルデーニャ風と同様に、 アール・ヌーボーからの影響が組み合わされていた。例として、白大遺跡を用いた港近くの市役所建物がある。オットーネ・バカレッタは20世紀初頭に起きた労働ストライキを暴力で制圧したことでも有名である。第二次世界大戦中の1943年2月、カリアリは連合国側から激しい爆撃を受けた。空爆と 荒れ果てた町の山上から逃れるため、多くの住民がカリャリを離れ、田舎や人里離れた山里へ移った。そこでは、友人や親戚と狭い家に肩を寄せ合って暮らした。この町からの逃避行は、スフォラメント、スフォラメント、後輩として知られる。1943年9月、連合国側とイタリアの講和が行われた後、 ドイツ国防軍がカリアリとサルデーニャ島を支配下に置いた。だがすぐにイタリア本土で彼らの状況が増強されるため平和裏に退却した。アメリカ軍がカリアリを監督下に置いた。カリアリの位置が地中海での戦況を左右する要所であったためだった。多くの空港がカリアリ近郊に作られたエルマス、モンセラート、デチモマンヌ。ここから飛行機が北アメリカ、 イタリア本土、シチリア島へ向けて飛ぶことができた。戦後、カリアリ人口は減少した反動で増加に転じ、多くのアパートが新たな住宅地に建てられた。これらはしばしば貧弱な計画で作られていった。近年の大規模都市発展がカリアリで始まった。新設されるベティーレ美術館、ぬらあげ文化と現代美術を展示するを含む新たな計画が、 フリツカー賞受賞者ザハハディットによって計画された。美術館はサンテリア遊歩道において建てられる予定である。別のすでに着手された計画はカリアリメトロ地下鉄である。初の路線はすでにレププリカ広場とカリアリ郊外コムーネの一つモンセラート間を走行している。この路線は大学キャンパスへとすぐ繋がる予定である。 郊外コムーネすべてと空港とつながる、その他の路線はすぐに着手された。旧カリアリ港からサンテリアへの遊歩道は全体的に修復される予定である。ビアローマにある旧カリアリ港は現在観光とクルーズ船用港としてだけ利用されている、クルーズセンターミナルはすでに閉鎖された。旧カリアリ港はフェリーボートについても閉鎖し、ポルトカナーレにある新。 カリアリ公営機能を移す予定である。サンテリア地区全体が変えられ、古く傷んだアパート建物は廃棄され新たな地区が、レムコールハースによって設計されたものにとって変わる。スタジアムも2万5千の観客席を持つ、コンサートやイベントに適した新スタジアムに建て替えられる。今は、古い声援プラントがある場所に、水族館を作るのと同じく、コンサート用の2万席持つ、大劇場が、 ユーホミッチ沿いに立つ。その他に、サンタジッター広場の池近くの新築、ポエット海岸にある豪華なビューティーセンター、キューマリーナ病院跡地、パウロメンデスだロシャ設計の大学新キャンパス、劇場と噴水を備えた大公園、パルコデ・ラムジカの建設計画が含まれる。多くは2010年から2011年にかけ、完成する予定である。2007年、 カリアリ人口は158,041万人で、そのうち男性は46.7%、女性は53.3%であった。18歳未満の若年層は13.36%、年金生活者は21.87%であった。イタリア平均は、若年層18.06%、年金生活者19.94%。 カリアリ市民の平均年齢は46歳であった、イタリア全国平均は42歳。2002年から2007年までの5年間で、カリアリ人口は3%減少した、反対に、イタリア平均は3.56%上昇。現在のカリアリの出生率は、1000人に対して6人で、ある、イタリア平均は9.45人。この傾向は、カリアリ都市圏と郊外コムーネでは、 反比例する子供を持つ若い世帯が移っていくため。2006年の調査では、カリアリ人口の98.09%がイタリア人であった。最大の移民グループは東アジア出身者の0.72%である。その他ヨーロッパ諸国出身者は0.50%である。信仰で優勢なのはカトリック教会である。カリアリはイタリア全土のうちで、 最大級の魚市場を持つコムーネの一つである。広大な売り場が一般、卸両法に開放されている。カリアリはサルデーニャ最大の商業、工業中心地であり、イタリアの大企業の工場が域内にある電気通信会社はカリアリに本社を置く。また、地中海有数のコンテナターミナルがカリアリ港にある。観光も主要経済収入の一つとなっている。 カリアリ大使教座がある。カリアリには、以下の国々の領事館が開設されている。カリアリ県では、サルデーニャ語、カンピダネーゼ方言が話される。カリアリには他とは違う食文化がある。多くの料理は、多様な魚や、海産物を可能な限り用いる。代表的なものは、ブルリーダ、バーダ、小型のサメを使ったマリネ、前菜に出されるである。 スペイン料理から影響を受けたとされるが、カリアリ料理は他とは違ったユニークな特徴がある。質の良いワインはカリアリ料理の一部である。優れたワインはカンピダーの平野のブドウ畑で作られる。カリアリの旧市街、カステロ地区は丘のてっぺんにあり、カリアリ湾の素晴らしい眺めが味わえる。城壁のほとんどが無傷のままで、白石海岸でできた日本の13世紀の塔。 パンクラス島とゾウの島が目を引く。地元で切り出される白い石灰岩は、城壁や多くの建物にも使われてきた。D.H. ローレンスは、サルゲーニャでの旅を鮮明に記した旅行記、海とサルデーニ、1921年1月で、暖かな地中海の日光が白い石灰岩でできた、都市に入えること、カリアリを白いエルサレムに例えたことを記している。町に古くから、 あるマリーナ地区、スタンパチェ地区、ビラノーバ地区は、それぞれの原型の魅力を保ち、未だ町内部にあった、別々の村としての機能を見せている。その他に古いカリャリ市街の名残とみなされるものが市内で見られる。最も目を引くのは、岩の塊を掘り抜いたローマ時代の円形園部城、カリアリの典型的な白石灰岩で建てられた、そして水道橋である。 水道橋は新鮮な水が乏しい市への重要な掘り出し物であった。そこには、莫大なまでに広い古代の水槽もある。小さな円形の神殿の遺跡と、現代のカリアリ外の丘にはおびただしい数の埋葬地があり、これは古代カリアリのネクロポリスであったことを示す。スミス S、サーディニア、PP206-215、バレリー、ボエチ・ EN サーベイン、C57。 県警演舞場は、未だ野外オペラやコンサートが、下記に開催されている。1930年代にできた地区は、一部が優れた、アールデコ建築と議論を起こす、ファシスト政権時代の新古典主義建築、裁判所など例である。裁判所は広大な私立公園モンテウルピヌに、近接し、松の木と人工庫を持つ。カリアリ大学附属植物園も、興味深い。 カリアリは、イタリアのコムーネの中で、長い海岸を持つものの一つである。ポエット海岸は13キロメートルあり、白く粒子の細かな砂で有名である。侵食から海岸を救うための論争が、砂の本来の質をわずかに変えてしまった。毎年5月1日、聖エフィッシュを祭り、サルデーニャの守護聖人が開かれる。サルデーニャ第一のオペラハウスは、テアトロリリコである。 観光都市でもあるカリアリは、特に夏季に、若者と観光客目当てに、クラブと、パブが多く開店する。パブとナイトクラブは、スタンパチェ地区の狭い通りであるコルソ、ビッドーリオエマヌエ2世、港近辺、カステロ地区に集中している。夏季のポエット海岸、また冬季には、ビアーレマルコーニに、クラブが集まる。カリアリは、地中海性気候で、暑く乾燥した夏と、 非常に温暖な冬がある。飛行は、比較的南カリフォルニアのものと近いが、北西風がしばしば新鮮な風を吹き込む。マッタレーナ海岸、キア海岸、ビレッタジミウス海岸といった美しい海岸に近く、これらは未だ観光で毒されていない。また、広大な森林と野生動物、サルデーニャしか、野生のイノシシのあるモンテアルコス、マイドピスといった山岳公園にも近い。 カリアリ市街の周辺には湿地帯が広がっており、2県のラムサール条約登録湿地となっている、イタリアのラムサール条約登録地一覧参照。一つは、カリアリ市街の西に広がるで、エルマス、アッセーミニ、カポテッラの各地域にまたがる石湖や、塩田の複合体である。もう一つは、カリアリ市街の東に広がるで、クアルトサンテーレナ、クアルトゥチュ。 セラルジウスの各し域にまたがる、関湖、塩水小宅、塩田の複合体である、1980年の第一回ラムサール条約定約国会議は、カリアリで開催された。カリアリエル空港、商業や旅客用の港、さっさりポルトとレス方面へのスーペルストラーダなどがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。